足の裏をペタッと地面にくっつけて、この体勢で行います。リトラさん、手をまっすぐ前に出してください。で、できるだけこの時に背中、今こうやって丸まってるんですけど、背中まっすぐピーンと伸ばしてください。もうちょっと軽くしてください。まっすぐまっすぐまっすぐ、 OK です。ここできるだけまっすぐ、猫背にならないようにまっすぐにしましょう。もっとここピンと伸ばしたいぐらいですね。そう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 、 OK です。で、この指先が膝の頭を超えるぐらいまで後ろに行きます。もう素晴らしい。で、戻りましょう、戻りましょう。お、すごいですね。きますね。で、これを、30回やるんですけど、伊藤さん、この状況で30回やれそうですか？やってみます。で、じゃあ伊藤さん、ちょっとあと5回やってみましょうか。1 ありがとうございます、ありがとうございます。というふうにですね、30回できない場合はどうしたらいいんだというところが多分頭の中にポカンと浮かんでると思うんですけど、これ実は負荷コントロールできるんですよ。まず、1つ目、負荷の変え方1つ目、かかととお尻の距離ありますよね。かかととお尻の距離が、伊藤さん、ギュッと縮めてみてください。ギュッと縮める、もっと縮める、もっともっともっと、この状態でさっきと同じことやってみてください。これできないんですよ。これ難易度が高いんです。難易度高いんです。かかととお尻をグーッとギリギリまで離してみてください。足の裏がなんとかつけつく程度、その状態で同じことやってみてください。戻りましょう。こっちとか楽なんです。なので、まず一つ目、負荷の変え方、かかととお尻の距離を縮めるときついです。離すと楽になります。で、これでもできない場合はどうしたらいいかというとですね、手の位置なんです。手の位置、伊藤さん、上に上げてみてください。上に上げて、その状態で、ちょっと膝の位置分かりにくいんですけど、その状態ちょっと後ろに倒して戻りましょう。これ結構きついんです。そしたら肘の手の位置をぐーっと下げて、膝よりも下げちゃってください。ちょっと手広げちゃっていいんで。そうです、その状態でやってみてください。できる背中もあるみたいな。これ楽なんです。なので一番、ウルトラシー、もう超難しいのは、かかととお尻にギューンと近づけて、手を、真上に上げてみてください。その状態でちょっと腹筋パタパタやろうとしてください。これ絶対できないです。これが一番難しいです。で、かかととお尻の距離が一番離した状態で、手の位置をぐーっと下げて、その状態で膝を超えるまで後ろに下がって戻る。これが一番楽です。なので、このコントロールをしながら30回、29、30、あっていう感じの回数にしてください。いいですか？30回でちょうどきついのをコントロールしてやりましょう。これをコントロールすれば、皆さん30回できます。で、この時のポイントは、とにかく背中が丸まった状態でやらずに背中をまっすぐにする。で、この腹筋の一番力を入れる、グッと力を入れる時のポイント、タイミングなんですけど、一番後ろにふっと降りた時、そこが一番力を入れるタイミングです。だからスーッと力を抜いてギュッと、ここでグッと力、だから全部力かけながらゆっくりスーッスーッっていうのじゃなくて、一番倒れ込む一番後ろ、そこで一番力を入れて戻ります。そこでスッと戻るっていう腹筋です。なので、倒れ切って、そこで力を入れてスッと戻るっていう、このリズムです。大丈夫ですか？ありがとうございます。はい、よくザ・スクワットって、なんかテレビで見るスクワットだったら、素晴らしいですね。すげえ、素晴らしいです。これ打ち合わせしてないですからね。これなんですけど、走るときにこうやって走んないじゃないですか。なので、走るときと同じ足のスタンスでいきたいので、だいたい拳1個分ぐらい、前だいたいここが拳1個分ぐらいにしましょう。で、必ずつま先とかかとの位置がまっすぐ前を向いているようにします。内股になったり、ガニ股になったりするので、まっすぐです。で、
そのまままっすぐになっているつま先の真上に膝が来るように、膝が内側に行ったり外側に行ったりしないようにしましょう。で、しゃがんだ時の人からもキープしてくださいね。30秒しゃべります。で、この時につま先よりも膝が絶対に前に出ないようにしましょう。ちょっとそのまま一回戻って、ね、横グーッと沈んだ時につま先よりも膝が前に出ない、素晴らしいですね、綺麗ですね、ようにしましょう。めちゃくちゃ綺麗です。どんな感じかというと、椅子に座りに行こうかなって感じです。こんな感じです。で、行ける方90度ぐらいまで行ってさっと戻りましょう。いいですね。で、リズムが結構大事です。スクワットは、ランニング用のスクワットはしゃがむのが目的じゃないです。しゃがんでから立ち上がるのが目的だと思ってください。なので、ゆっくりしゃがんでシュッと立つ、ゆっくりしゃがんでシュッと立つ。カップ上手ですね。完璧です。塩に並んでますから成果が出てますね。はい、ゆっくり1、2、1、3って感じです。ゆっくりしゃがんでさっと立つ、この繰り返しです。で、後ろにこうやって座りに行くんですけど、つま先が浮かないようにしてください。かかとに体重乗りすぎないようにしてください。立った時に足の裏全体でペタッとついている感覚、そのままかかとにグーッと乗りすぎないように、足の裏全体に体重が乗るようにしゃがみましょう。いいですね、綺麗です。ありがとうございます。これスクワットの体勢をとります。まずこの肩、腰骨、かかとの位置をまっすぐにしてください。で、息を吐きながらお腹へこましながらちょっと上げる、それで30秒間キープです。ここ作れたらキープです。いいですか？結構きついんです。はい、 OK です。ありがとうございます。綺麗です。素晴らしい。肘で人生初なんですけど、こうついてください。そうですか。で、同じように肩から、腰骨、ね、かかとまでまっすぐにした状態から、はい、息を吐きながらお腹をへこませてちょっとお尻を浮かせましょう。そうです。はい、それキープです。こっちの方がちょっときつくなります。余裕がある方はこっちの形にしましょう。どっちも 30秒です。ありがとうございます。綺麗です。側です。じゃあ、フェニックスさん、ちょっと仰向けになって、で、肘と肘をこういうふうに、そうです。で、足も伸ばしちゃいましょう。で、そのまま、肘で、そのまま起き上がってください。ですね、偉いじゃないか。ありがとうございます。これです。で、ちょっともう一回フェニックスで降りましょう。これポイントがあります。肩つるな。ちょっと気持ち足を広げて、で、ハの字を作ってください。で、このハの字を作ったまま肘をついてお腹を上に上げましょう。これちゃんとハの字作ってます。肩つるんだけど。これです。ありがとうございます。これ結構きついんです。一応目標30秒にして、最初はいけなかったら5秒かける6でもいいです。10秒かける3でもいいです。とにかく合計30秒狙ってください。いいですか？いける方はもうぶっつけドーンと30秒やってみてください。ありがとうございます。で、肘でしっかり体を支えて、ハの字キープしたままお腹をグッと上げます。で、この位置よりもこれぐらいの位置キープできるのが理想です。ハの字キープしたままお尻の位置を上げる、ここでキープです。こんな感じです。 OK ですか？